いろいろあっても太陽は必ず昇るんだな。今までそんなことにも気づかなかったなんて。そこのお前、司教試験には毎年1000人以上の志願者が受験するそうだが、最近じゃ小学生も受験できるようになったのか。俺は小学生じゃねえ、この狐。またまた。僕、お家はどこ？お兄ちゃんが送ってあげるよ。こいつ、軍学校にいたシュリってやつにそっくりだ。お前、腰抜けオークのシュリって野郎を知ってんじゃねえか。腰抜けオークだと、このチビ。坊や、言葉が過ぎるぞ。ここがサンクチュアリじゃなかったら絶対に怒る。大体貴様のようなお子様がそのバッジを簡単にもらえるわけがない。お情けか、それとも来ねえか。お前こそ名門多くは軍人か政治家以外はファミリーとして扱われないんだろ。なんで教会にいるんだよ。僕がこの教会へ来たのはある人に会うためだ。ある人？お前に答える義理はない。